プレイステーション VR 届きました。当日ね、発表になってるもうできるゲームの中で一番気になってるのがあるんですよ。サマーレッスン、サマーレッスンの世界へ行ってこようと思います。それでは行きます。 VR あ、コントローラーうっ、楽しいこれ皆さんわかんないと思うんですけど、本当にね、これ部屋の中にいる感じがするんですよ。なんかその真っ白のね、すごいな。はい、じゃあやっていきましょう。最初から、あー始まった。よし、あ、何、お、あ、留守番電話。はい、あ、すみません、はい、留守番電話で失礼します。はい、あの、本社の鵜飼です。鵜飼さん、先生今どちらですか？いつもの喫茶店でお仕事中ですか？はい、そうですね。ですね、はい、明日からご担当いただく生徒さんの件でお電話しました。はあ、はあ、お名前は宮本ひかりさんという生徒さんで、宮本ひかり、短期コースで7日間のレッスンをご希望されています。ひかりちゃん、はい、何でも来週にある試験でいい成績を残すことがご両親のお願いとのことで、うん、はあ、なるほど。それでですね先生、はい、レッスンは明日からなんですが、はいはい、生徒さんご本人との顔合わせだけ、うん、今日のうちにお願いしてもいいですか？あ、なるほど、そういう状況か。すいません、留守電でお願いしちゃって。あ、また連絡しますね。8月24日。はい、ひかりちゃんのことよろしくお願いしますね。はい、わかりました。ここ8月24日の日曜日なんですね。で、明日から、まあ、1週間ひかりちゃんを教えると。お、ん、はい、10時ひかりの部屋。お、もう部屋なの？え、あ、もう先生、あはは、あ、あ、あ、待って、ひかりちゃんですか？あ、ちょっと待って、どこ、あ、あ、待って、どこ行くの、どこ行くの、ひかりちゃん、ひかりちゃん、あ、エリアの外って言われた。どうも、え、はい、はい、自己紹介します。はい、あ、家庭教師の先生。あ、そう、そうです、山田と言います。はい、玄関に知らない人の靴があるから、あ、変だなと思ってたけど。は、ご、まさか、あ、お母さんと二人で私を騙そうとしてるんじゃ。いや、違います、そうじゃないです。ノー、いや、あ、ノー、ノー、ノーだよ。ん、首を縦に振るとイエス、横だとノー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 だよ。近い、近い。本当かな。本当です。だって私そんなに成績悪くないし。ああ、家庭教師なんて必要ないです、はい、ああ、本当に、本当に、あ、可愛い。別に良い子でもないけど。めっちゃ可愛い。そっか、赤点の科目は、はい、何の科目がダメなの？英語と、英語と数学と、あと世界史。はあ、は確かにいつも補習に呼ばれるかな。じゃあダメじゃない？ダメな気がするけど、ひかりちゃん。うん。でも、はい、世の中勉強が全てじゃないって思います。まあそうだね、それは俺も思うよ。そう、あ、そ、そうかもしれない。そうですよね。ああ、近くないか、ひかりちゃん。じゃあ本当にあなた誰なんですか？先生です。先生、今日から。ねえお母さん、あ、部屋に家庭教師の人がいる。はい、これ、ああ、あ、いた、あはい、お母さんにこのままじゃ大学どころか就職もできないって言われて、うん、いや、それはちょっと、あれ、お母さん言い過ぎだな。先生もそう思います？俺は思わないよ。なんか勉強なんかできなくても結構大丈夫だよ。だ、ノー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 、大丈夫、思わないよ。優しいんですね先生。いや、そんなことないよ。別に気を使ってくれなくてもいいんですよ。いや、私なんかに気使ってるわけじゃないよ。なんか、うん、女子高生だ。あ、でもだからこそ先生が来てくれたんですよね。うん、うん、そうだよ、そういうことです、そういうこと。よかった。うん、じゃあ安心だね。はあ、そう、安心して。もう、ところで先生、何、勉強の前に聞きたいことがあるんだけど。はい、な、聞きたいこと？何？はい。な、何？何ですか？
先生っていくつ？好きな食べ物？おー休みの日は何してるの？おー近い！いきなりだったかな。あー、いや、大丈夫、ね、こう勉強だけじゃ味気ないから、うん、先生と話もしたいなって。いいよ、もういくらでも喋ろう。はい、勉強の後は、いや、もういつでもいいけどね、俺は。うん、本当？うん、じゃあ勉強の後はおしゃべりタイムね。はい、じゃあこれ、おおおっ、待って、あああああ、これね、これやるとなったら私頑張るから。はい、明日からよろしくね。よろしくお願いします。はい、すごい部屋だな。はあ、心臓に悪いな。あ、夜の喫茶店に来ました。はいはい、ん、何、 L2 または、ん、 R2 をスマホ持つ、あ、コントローラー、ダーサー、ダーサー、あった、ありがとう。はい、はい、持ちます。耳元に近づける。はい、あ、お、先生お疲れ様。ここにスマホある。すげえ。はい、めっちゃ聞こえる。生徒さんのお母さんからご連絡がありました。はい、あ、はい、お母さんから。面談うまくいったみたいですね。そうなん、うまくいったかな、わかんないけど。では、うん、明日からレッスン開始でお願いします。あ、はい、頑張るね。念のため、うん、レッスン内容のご説明をさせていただいてもいいですか？あ、うん、な、何を教えるかわかんないから。イエス、教えて。教えて。わかりました。はい。ご存知かと思いますが、はい、我が社では最新式の教育方法をもとに、はい、その生徒さんの潜在能力が最も引き出されやすいレッスン内容を分析して弾き出し、担当される先生にお渡ししています。なるほど。今回ひかりちゃんのために用意したレッスン内容は科目ごとに様々です。へえ。中には少し変わったものもあるみたいですが、はいはいはい、とにかくどんな能力を伸ばしていけるかは、うん、先生の選ぶ科目次第ということです。俺次第か。なるほど。レッスン中にどういう方針で指導するかは先生にお任せします。あ、はいはい。生徒さんのことを考えて、うん、科目に合った指導をしてあげてくださいね。わかった、もうひかりちゃんのために俺頑張るから。はい、とりあえずこんなところで大丈夫でしょうか？うん、多分大丈夫。あと先生、何？家庭教師で一番大事なのは、はい、生徒さんに愛情を持って接することですよ。愛情？仲良くなって、うん、レッスンの時間が楽しくなれば、うん、やる気だってすぐ出ます。なるほど。愛のあるレッスンを心がけて。愛のあるレッスンね。7日間、頑張りましょう。はい、ではまた。はあ、切れた。愛のあるレッスンね。持っていこうじゃない。は、ん、本日のレッスン、話の種、レッスンの準備、え、はい、決定、あ、こういうこと、あー、なんか、あ、選択ができるんだ。んー、ここがオプションで、生徒のプロフィール、レッスンの準備、あー、なるほど。要は、あ、わかった、ここ、お家に、ひかりちゃんの家に行く前に今日何しようかっていうのをここで考えるのか。へえ、楽しい。なんだ俺。オッケー、ちょっとプロフィール見よう、ひかりちゃんの。はい、お、え、すごいよこれ、見てる人すごいんだって。これ僕押したらさ、ここにビュンってこれ出てくるんだよ、これすごいよね。はい、生徒プロフィール、はい、宮本ひかり、あー、もうこれかわいい。はい、夏休み中の成績アップを希望しています。はい、これステータス、ステータスがあるのか。なんだろう、この炎みたいなやつが40で、見抜く力、心の豊かさ、頭の回転、根性、ひらめき。はあ、なるほど。これを後々割り振れるってことかな。だんだん伸びていくのかな、レッスン次第でね。はい、なるほど。で、スマホアプリ、指導目標。はい、あー、何を教えていくのかってことね。いずれかのエンディングを見るってどういうこと？ん？講習？ん？三角で指導目標更新。三角押してみる？指導目標の更新は1週につき1回前です。あ！これでもちょっとわかんないか。そのままにしましょうか。はい。じゃあ、このままいきます。まだ1週目なんで何もわかりませんからね。じゃあ、レッスンの準備しますか？はい。
あー、なるほど。何を伸ばすかで、まあの光ちゃんに何を教えるのかでパラメーターが上がっていくと。で、勉強がし、あれだよね、できるようになりたいって言ったもんね。じゃあ何を、待って、暗記はひらめきが上がるでしょ、読み書きは見抜く力、ロジカル思考が頭の回転か。なるほど。どうしよっかな。なんか見抜く力をつけさせちゃうと、なんか見抜かれたくないところまで見抜かれちゃいそうなんで、頭の回転とかにしとく。じゃあロジカル思考、はい、じゃあ今日はちょっとロジカル思考を上げましょう。で、え、何、話の種、世間話、あー、後々増えてくるのかな、今選べないもんね。じゃあこれにしましょう。ラッキーアイテムは特にありません。なるほど、特に気にしません。はあ、後々選べるってことかな。まあとりあえず進みましょう。はい、まずはレッスンを開始します。はい、行ってみよう。さあ、レッスン1日目。昨日の挨拶だけで結構僕ハラハラしたんですけどね。は、先生おはよう。おはよう。先生の決めた教科の通りに勉強すればいいんだよね。そう、分かった。はい、ロジカル思考。今週こそ頑張るぞ。そうだね、女の子の部屋だ、すごいな。あ、方針を選んで注目する、積極的にノートに書く、ゆっくり確実。なるほどね。やってる？やってる？光やってる？あ、ちゃんとやってるね。これ注目するしてなければ結構何でも見て、鏡とか俺映ったりしないのこれ。あ、さすがに、あー、外側って言っちゃった。すごいな。なんか部屋、思ったんだけど、ひかりちゃんさ、サメとか、サメのさ、ぬいぐるみが多いってことは、サメが好き、あ、わー、あー、外れちゃった。あそこにもあるじゃん、サメ好きでしょきっと。ほらほら、ここもなんか海、海とかのやつだしね。見渡してるだけで楽しいな。どうしよう。ま、じゃ、とりあえずやっていこう。まだステータスレベル1だから、これゆっくり確実にやっていこうか、まずはね。はいはい、確実にやっていこう。はっ、何、何今の、かわいいな、ひかりちゃんかわいいな。あー、はい、3時の休憩です。じゃあ休憩ね。うん、ワイヤレスコントローラーを使ってハンコを押す。あ、これか。はい、よくできました。科目に最適な指導法則でレッスンがより良い成長を感じられたようだ。なるほどね。丸ボタンを押して片付ける。これ裏どうなってる？あ、裏、裏ある、裏ある、これ、このボード裏ある。すげえ。あー、ひかりちゃんかわいい。ひかりちゃん何？スマホ？あ、なんかやってるんだね。こんな進化ってすげえな、これ。プレイステーション VR やばいな。はい、休憩だよ。何？うん、休憩時間です。休憩時間です。ん？え？話題を選ぶ。あ、なるほど。何で話すかってことね。ひかりちゃん、こんな距離でそんな見つめられたら、俺やばいな、これ。どうしよう。え、何の話、学校の話からしていくか、まずはね。はい、じゃあまずは学校の話を、じゃあどういうことを普段学校でやってるのか聞こうかな。ひかりちゃんは学校で何してるの、いつも。学校で授業受けるのって、なんか退屈になるんだよね。ああ、そうなんだ。やっぱり、うちで先生に教えてもらう方が、私は好き。ああ、私は好きかなってね。はい、はい、ありがとうございます。あ、今日はこんな感じで終わりかな。深井ちゃんどうしたの、ここ足の絆創膏。ありがとうございました。 ありがとうございました。なんか、家族じゃない人が私の部屋にいるって変な感じだね。抵抗ないね。あんまりジロジロ見てないよね。
あ、ごめんなさい、まあまあジロジロ見ました。あのね、お母さんが来週の模試で成績良くなかったら部活やめさせるって。え、急にひどいでしょ。ひどい、それはひどい。困るよ。ああ、何部なの？ひかりちゃん何部？もうこうなったら、うん、先生だけが頼りだから。あと6日間しかないけど、うん、一緒に頑張ろうね。頑張ろう先生、うん、もう全力でテストの点数上げさせるから俺。喫茶店、はい。わあ、感情移入してしまう。あ、見抜く力と頭の回転が上がったの？なるほど、なるほどね。あ、見抜く力も上がったんだ。あ、そうなんだ。はい、ロジカル思考とゆっくり確実に。で、はい、休憩中に選んだ話題、はい、話の種を獲得した。ほー、なるほど。お、なんか上がってる。これなんだろう、やる気かな。効果の高い指導方針を選ぶをできたと。はいはい、よっしゃ、報酬がもらえたぞ。何の報酬だろう。はい、あ、はい、とりあえず1日過ぎましたね。あ、なるほど、やっとこのゲームの流れがちょっと分かってきたね。とりあえず初日でああいう風に話しかけて教えて授業やって、でその成果によって話題とかいろんなものがゲットできていくと。おー、これはちょっともうレモネード一つえ、喉が乾いて、レモネード一つ。あの、マスターいないからね、ここね。マスターここ人いた試しねえんだよな、ここな。まだ2日間いるけど。なんだ、まあいっか。スマホアプリでちょっと指導目標もう一回見とく。お、なんか2つ、なんか新しいのが増えてますね。2つの能力を1日で同時に155上げる。それいけるのかな。あ、で下に2日連続で効率の高い指導方針を選ぶ。ああ、はい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 、まあその辺はちょっと普通にやっていきましょう。でプロフィールは、さっきのでちょっとだけ見抜く力と頭の回転が上がったと。あ、結構上がりますね、ちょっとで。なんか1回だけでも意外とポイント的に上がってるんだ。いくつぐらいあるんだろう、待って。100、200、400、1000ずつぐらいは上がるのか全部。なるほど、なるほど、分かってきたぞ。じゃあ全部のパラメータをどんどん上げていけばいいわけだな。じゃあ今日は何していこうかな。読み書きで見抜く力、心の豊かさ、ひらめき、根性。根性はどうなんだろうな。ちょっと他のまあ科目もやっていきたいよね。頭の回転と見抜く力ばっかり上がっていくとなんかこうすごい切れ者になってちゃうんで、なんか可愛げが欲しいんで僕は。なんで心の豊かさが上がるやつがいいな。じゃあ読み解きかな、はい、から行こうか。そうすると見抜くと豊かさが上がるね。よし、じゃあこれでしょう。話の種、補正値。あー、補正があるのか。友達の話題と学校の話題が増えてるんですよ。でこれによってひらめきと見抜く力どっちかを増やせると。ひらめきがちょっとパワラメーター振ってないからこっちにしようかな。はい、あ、なるほど、何個使うかで変わってくるのね。まあとりあえず1個でいっか。で、ラッキーアイテムはありませんと。よし、じゃあ2日目やっていきましょう。はぁ、ひかりちゃん待ってて。はい、今日も山田が聞いたよ、ひかりちゃん。今日もひかりの部屋で、あ、来た。先生、おはよう。おはよう。じゃあ、うん、始めよっか。そう、今日も始めていこう、ひかりちゃんね。いやー、もう、慣れてきたね、ひかりちゃんに。あ、え、今日こっち向いてんの？え？え？何？これ何？あ、近っ！え？ちょっと待って、近っ！やばっ！あっ！あはっはかどってる？読み解きはかどってる？どう？うまくいってる？あっ、あ、ちょっと待って、なんか分かんないとこある？何でも教えるよ。へえ、はあ、ちょっとアドバイスとかいろいろやる？
な、何があんだ、積極的にアドバイスする、声を出して応援する、名著を読み解く。やっぱさ、山田っつったらちょっとうるさいみたいなところあるから、声を出して応援するみたいな、それがいいのかなって思うんだけど、どう思う？ひかりちゃん、ひかりちゃんはどこがいい？ひかりちゃんはどれがいいかな。かわいいな、すっげえな、うわこの距離嫌じゃない？大丈夫？おお、勉強に勉強熱心なんだね、ひかりちゃんは。邪魔しないでおくね。じゃあそうするとアドバイスとかにしとこうかな。いや、うん、アドバイス、あ、なんかちょっとひねっていこうか。読み解くにしよう。はい。あ、そう、それが、そう、かわいい。何今の、何今の笑顔、恥ずかしがってるみたいな。あ、はい、そろそろ休憩だね。そうだね。じゃあ今日の分のハンコをあげようかな。よいしょ。あ、下のやつさ、ずれた、ごめんごめんね。より成長を感じられたようだ。はい、話しかけたいな。どうしたの？あ、はい、今日はちょっと別の話をしようよ。今日友達感覚でちょっと話すの日だから、レッスン、生活、娯楽、今日はちょっとじゃあ娯楽の話しよう。いや、生活の話しようかな。普段どんな生活してるのか、ちょっとじゃあ、はい、聞きましょう。ちゃんと3食食べてる？私、うん、朝にいっぱい食べないと、うん、昼まで持たないタイプなの。あ、だからちゃんと3食食べてるよ。あ、俺もそうだよ。学校ある時なんか、うん、こっそり早弁してるし。え、悪い子だな。早弁か。早弁ってなんか懐かしいな、フレーズ。あー、終わっちゃった。もっと話したい。もっと、ひかりちゃん、休憩。おい、近かった。はい、はい。今日はこんな感じかな。そうだね。またね。またね。バイバイ。バイバイ。あー。はあ、ひかりちゃん、さあ、何がとは言わないよ。何がとは言わないけどさ、おっきいよねドキドキしちゃうよね。はい。あ、すげえ上がった。心の豊かさと見抜く力、あ、結構上がりましたね。はいはい。レッスンに集中してあまり話さなかった休憩中に選んだ話題。あ、これは良かったってこと？うん、あ、そうなのかな、これはいいのかな。はい、で、やる気が結構上がってると。はい、2日連続で効率の高い、効果の高い指導方針を選ぶを、達成できたと。はいはい、 OK です。で、新しい科目が選べるかな。はい、3日目です。3日目。はい、じゃあ今日は何をしていこうかな。とりあえずステータスもう一回確認しとこっか。はい、頭の回転、豊かさ、見抜く力、見抜く力がすごい上がってきたね。で、ひらめき、根性か、必要かな。まあでも結構バランスよく、あ、どうなんだろう、こういうさ、ステータスを上げていくゲームってまんべんなくやろうとすると失敗するみたいな、そういうことってありがちじゃないですか。だったら何かに偏らせちゃった方がいいのかな。だったらまあ今見抜く力が上がってきてるから、で、頭の回転はぼちぼちあるけど、なんか僕はね、ひかりちゃんに心の豊かな大人になってほしいんだ、僕は。ね、ちょっと何言ってるか分かんないけど、自分でもなので、見抜く力と心の豊かさ、これを上げていこう。で、他のパラメーターはちょっとずつ振っていこうよ、話題とかで。ね、それがいいわ。授業は下2つを上げていこう、これしよう。なので、はい、じゃあ今日のレッスンは、あ、でもそうすると読み解きでいいのか、こっちでいいのかを、とまやっていくと、暗記にするとひらめき根性になるけど、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。じゃあ、これをそのまま伸ばしていきましょう。昨日と同じく読み解き。はい。で、話の種か。おっと、生活の、あ、これいいじゃないですか。あ、でも心の豊かさに、さらにもう一個豊かさだから、ひらめきとか根性が上げたいんだよな。いや。
豊かさにしちゃおう。ちょっと一回上げちゃおう。で、どっかで一回上のステータス上げる時間を作ろう。よし、2、3、4、4つぐらい使っちゃうじゃん話題。はい。で、ラッキーアイテムはないと。さあ、ひかりちゃんとの楽しい楽しいレッスン、今日が3日目でございます。どんな感じになるんですかね。はあ、楽しみだ。やっていこう。ひかりちゃん、今日も来たよ。今日も来たよ。今日もね、いっぱいいっぱい教えてあげよう。今日は立ってるんだね。先生、はい、今日もよろしくね。よろしくお願いします。何でも教えてあげるからね。今日も頑張っていこう。かわいいね。はあ、あ、そうだね、こっち向きだよね。はい、3つあるね、今日もね。さあ、今日もいろいろやっていこうね。透けてる。透けてるよね。ここ、ここ透けてんの。ここ。ちょっと、マジ、視聴者さん、俺今どっち向けばいいんだ、これ。どっちが正面か分かんなくなってんだけど、俺もう。視聴者さんにちょっとね、すごい発見したから、これは見てほしい。僕男なんですよ。やっぱね、男の子だからちょっとね、いや、みんながやりたいことを僕は体現しなきゃいけないんで、やらせてもらいます。気になるポイントはどこだ。そう、ここだ。行ってみよう。よし。さあ、あ、足上げる。あ、足上げるの？上げないね。じゃあちょっと、失礼します。失礼しまーす。あかんのかい。あかんのかい。あはー。いった。誰だ。誰だ。ダーさんだな。それだけは分かった。くそー。そうなんや。うまいこと作られてるな。みんなやったほうがいいよ、このゲーム。すげえ楽しいよ。まあちょっと今日もじゃあちゃんと教えていこう。反復か助言か読み解くか、ちょっと別のことやっていこう。素早く反復、これでいこう。はいはい、反復練習大事だからね、やっていこう。はい、15時、休憩です。じゃあ休憩ね。はい、今日も休憩しよう、ちょっとね。はあ、はい、どっこいしょっと。よいしょ。はい、あれあれあれ、うまくうまいこと、ああ押せた。普通です。あれ、今日のレッスンは無難な内容だったが一応満足。あれ、無難だったの？反復ダメだったか。選択肢か、難しいな。話しかけよう。何お話しよう。何の話しようかな。じゃあ今日は、今日はあ、お友達感覚でみたいなやつだったっけ今日のね。レッスン、体調、部活。あ、そう、気になってたんだよ、部活何部なのかな。何の部活やってんの。あ、そう、これが聞きたかったの俺。あれ、行ったことなかったっけ。うん、聞いてない。ソフトボールだよ。私、体動かすの好きだし。うちの部は練習もきちんとやるけど、うん、割と楽しくやろうって雰囲気だから。どこやんの。なんだ、投げる方、打つ方、どっち。だから、まあ、両方やるか。まだやめたくないんだよね。あ、そっか。そうだね、じゃあ頑張ないとな、いい点数取らないとな。な、あー、そんな見ないで、好きになっちゃう。はい、17時レッスン終了です。あ、じゃあ今日は終わり、明日もよろしく、ね、ちょうど先生、ちょうど目の位置に胸が来るからごめんね。なんか3日目か。え、もう水曜ってことはそろそろ折り返すってこと。これやってひかりちゃんのことを好きにならないやついないということがまず一つですね。あと、もうね、目の前にいるリアリティですよ。VR の R の部分ですよね。が、もう心をもうガシッと掴んで、まあ離さない。僕はもう VR を買おうかな、これ。うん。とりあえずこのプレイステーション VR。発売初日にこんなに満喫している人間が国内に果たしているのかどうか。いや、もう僕はかなり先にしてる感じがしますけども、はい、まあのー、とりあえずやりきりにしちゃおうとは思うんですけども、とりあえず一旦閉めます。ひかりちゃんと果たして僕は付き合うことができるのか。そういうゲーム。あ、そういうゲームじゃないね。あ、そうか、そういうゲームじゃなかったわ。もう違ったわ。あの、ちゃんとひかりちゃんをね、僕が点数上げて、はい、あのテスト、いい点数取らせてあげて赤点脱出させてやりますということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。また山田ツイッターもやってますので、そちらもフォローいただけると幸いです。次回サマーレッスン光編
木曜から日曜分ですね。後半戦、光編後半戦、お楽しみに。それでは今回ここで終わります。また後半戦でお会いしましょう。バイバイ。